プロンプトン折りたたみ自転車とはフレームなどを折りたたむことができるように工夫された自転車のことホールディングバイクとも言う折りたたみ自転車は高度な工学デザインを要求され今まで数々の工業デザイナーたちが自分たちの発想力を試してきたその発想の多彩さのために細かい定義付けをすることは難しいしかしながら 折りたたみ自転車は大まかに以下のように区分することができよう。折りたたむ際に工具を必要としないものを折りたたむ際に工具を必要とするもの、一般的に1を折りたたみ自転車と呼ぶことがほとんどである。2折りたたみ自転車と呼ぶこともできるが、1と区別するために専門雑誌、書籍では分割式自転車と呼ばれることが多い。もっと細かい分類をすれば、 分割式自転車の中でもロードバイク、ランドナー、スポルティーフなどに見られるフレームを前後に分割するようにするものをデモンターブルと呼ぶ。日本独自に進化したワイキ使用車という種類もある。通常お輪行する際には前後輪を外してマイフォークを抜いて束ねて和行袋に入れるアルプス方式を取りやすいように設計されている。通常の自転車でもこの方式は取れないことはないので、 厳密には折りたたみ自転車とは言えるかどうか議論が分かれる。パーツをすべて折りたたんだ状態ハンドル以外を折りたたんだ状態にし、押して移動する要する点としては折りたたみ自転車は、和行する場合に、過半性に優れること、自動車への積載や保管などで場所を取らないことなどが挙げられる。ただ同じ折りたたみ自転車でも、分割式自転車は分割された部品を束ねたり、 効率よく収納しなくてはならない。また分解する時間がかかるなど、実際の持ち運びが若干煩雑になりやすい。ただ、分割式自転車は、おおよそ走行面では、優れているものが多い。特に、デモンターブルは、通常の自転車と何んだ変わらない。その他収納袋に入れた場合、手荷物として多くの公共交通機関で、無償輸送が可能となるので、機動力の必要な度には、 便利な乗り物となる。短所としては折りたたみ自転車はその性質上、保管、携帯の容易さと、設計仕様によっては自転車本来の走行能力を妥協しなければいけないところにある。例えば自転車のフレームそのものを折りたたんだり、分割したりするためにする十分な補強、部品を必要するため重量がかさむこと、設計上トリュるルライディングポジションに制限を受けること、 シティサイクルのような買い物格を取り付けられないため、実用性に劣ること、または下記に述べられているデザインの特性より、直進安定性や高速維持性が劣るものが多い、ことが挙げられる。これらの端緒を改善した体型ホイールと折りたたみ、フレームの組み合わせた折りたたみ自転車も存在する。デザインの特徴として、持ち運びなどの点から、象形ホイールを用いていることが多く、 ホイールベースが短いものが多い。折りたたみ方式は一本の横棒状のフレームの真ん中からヒンジで折りたたむ方式を採用しているものが最も多く、定評のあるブランドによる高級なものから安価なものまで多岐にわたる。また高性能な折りたたみ自転車はその用途によってセンサー版別であり、例えば折りたたみサイズを小さくする、持ち運びがしやすいように軽量にする。 旅行先でのスポーツとして走行性能に優れたものといった特色を出している傾向がある。2002年5月9日、国民生活センターは低価格の折りたたみ自転車には品質が悪いものが多いという試験結果を公表した。現在の形の折りたたみ自転車が作成されたのは1890年代とされている。1878年には 英国のウィリアム・グラウトが折りたたみ自転車を発明した記録が残っているが、これはペニー・ファージング型の巨大な前輪を折りたたみ、フレームを分割するものであった。また、1880年代には、折りたたみ三輪車が英国と米国で特許出願されている。今日見られる自転車である安全型自転車が作られたのは1885年である。1894年に、米国で、 マイケル B ・ライアンが折りたたみ自転車の特許を得ている。一方、フランスでは1896年に陸軍士官だったアンリ・ジェラールタが特許を出願している。これは現代の気候と似通っており、少なくとも1897年にはすでに実用化していた。また、英国では1896年にフォーンホルディング、サイクル社により作成されている。また、 1899年にはライアンがハンドル部の折りたたみ特許を取得しており、ほぼ現在に近い形になった。これらの自転車は即座に各国の自転車部隊に採用され、第1次、第二次世界大戦でも使用され、また空挺部隊でも使用された。イギリス陸軍空挺部隊では、ビッサ製造の折りたたみ自転車が実戦投入された。このモデルはパラバイクと呼ばれ、 パシュレーから販売されていた。第二次大戦後、多くの民間用折りたたみ自転車が作成され、小型の折りたたみ自転車が初めて作成された。1950年代は自動車、自動二輪車のブームにより自転車の人気は下火であったが、1960年代になるとモールトンが発売され、1970年代に折りたたみ自転車はブームとなりフランス、イタリア、 ドイツ、スウェーデンなどで盛んに作られ、また、東欧から、廉価な、U フレームが、数多く輸出された。1980年代には、1981年に、ブロンプトンが販売され、1982年には、最初のダホンが発売された。現在では、欧州、アジア、米国の大都市において、多様な交通手段の一つとして利用されている。A バイクジェットストリームピクニカ折りたたみ自転車の安全性 PDF ファイル The Folding Cyclist ありがとうございます。